こんにちは。こんにちは。チキティビスパパです。チキママです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は、はい、いつもと趣向を変えまして、はい、今日はファッションではないんですけども、うん、もう夏の必需品、はい、ポータブルファンを購入したのでご紹介したいと思います。はい、去年子育てグッズ紹介の方で、うん、ちょっとおしゃれな感じのポータブルファンご紹介したんですけども、うんうん、もう今年は自分たち用に、はい、あの風が強力な、はい、なおかつおしゃれなファンを購入したのでご紹介したいと思います。はい、じゃーん。ブルーノのポータブルミニファンです。はい、価格が2530円でカラーはネイビーを購入しました。はい、一応カラー展開がこのネイビーの他にピンクだったりアイボリーだったりカーキもあります。はい、箱がおしゃれな感じですね。もうすでにそう、しかもこんなになんかコンパクトに収まってるんですね。うんうん、折り曲がってるんですかね、この時点ではもしかしたら。そうですね、うん、ブルーノって言って結構有名なんですけども、好きな方は結構いらっしゃると思うんですけども、結構キッチンアイテムだったり、うん、雑貨だったり、うん、セレクトショップとかにも多いし、まあ、専門店も人気ですけども、うん、今回はブルーノのファンを購入しました。はい、まずは早速開けてみたいと思います。はい、もうほんと暑いですもんね。もう待望の待ちに待った。なんか去年はそんなに欲しくなかったんですけど、うん、今年すっごい暑がりで、うん、もうこれないと無理でしょうと思って、うんうんうん、あ、かわいい。じゃん、取り出してみました。かわいい、かわいい、おしゃれな色、ね、色味がいいですよね。うん、大きく分けてこの扇風機部分、うん、ファンの部分とバッテリーの部分ですね、はい、手で持つ部分プラスバッテリーになってます。はい、それとこちらの収納袋がついてるんですよね。はい、これ持ち運びにいいですよね。うん、とバッテリーを充電するためのケーブルもついてます。はい、ケーブルは USB で充電するタイプになってます。でバッテリー側はマイクロ USB になってます。はい、この差し込み口ですね。携帯のアダプターとかに挿して充電することもできるし、うん、まあ、パソコンとか挿して充電してもいいですよね。うんうん、でファン部分にこんな感じで、ここも USB になってますね。とこのバッテリーのここをくっつける感じです。はい、おー、あ、簡単です。くっつけるとこういった感じになってます。それおしゃれだよ、色がね、色味いいですよ ね。結構重要じゃないですか、うん、こうやって持っとくから、うん、ね、確かに確かに、おしゃれで可愛いのがいいですよね。うん、でこの真ん中にブルーノのロゴが入ってて、はい、羽が4枚刃になってますね。うん、これ商品説明のところに、小さいくせにジェット送風ということで、なんか風の強さを押してたんですよ。最高。で月ママが特に風量が強いやつをっていうことだったんで、僕いろいろ探して、はい、ちっちゃいけど風が強そうなやつを選びました。絶対風が強い方がいいですよね。うんうんうん、ふわふわ着たくても暑いし。でスイッチ類なんですけども、うん、この下のスイッチが電源オンオフになってます。はい、これを押すと今光ったと思うんですけども、これ分かりますかね。これが電池の残量だそうです。うん、4段階になってて電池の残量を表してるそうです。はい、そしてこの上の部分のこのボタンで1回押すと弱、2回押すと中、3回押すと強になるそうです。で3段階の風の強さになるそうです。で4回押すとオフということで、はい、でこれのもう一つ特徴として、もちろんこうやって持って使うこともできるし、うん、机に置いて使うこともできるんですけども、うん、机で使うときは後ろこんな感じで折り曲げると、うん、こんな感じの形になるんですけども、うん、これを机にこんな感じで置いてもいいそうです。すごいコンパクトですね。うん、こう折りたたむから、うん、この角度はちょっと残念ながらできないんですけども、まあ、こう置いて正面で当たることはできます。このバッテリー部分外して直接パソコンの USB とかに挿して、うん、この状態でもパソコンと挿してたらつくそうです。でこっちはこっちで iPhone とかのバッテリーチャージャーにもなれるそうで、うん、これと USB 挿して、うん、iPhone とかの充電もすることができるそうです。携帯充電器みたいな感じになるってことですよね。うんうんうん、急な時とかいいですよね。いいですね。うん、それでは早速ちょっと風量の方を、はい、どんな感じか、音がこれぐらいなんですけども分かります？これ今一番小さいタイプです。小です。やってみていいですか？あー、まあでもないよりかは涼しいって感じですね。うんうん、いい感じ。うん、次中にしてみたいと思います。中にすると音も一気にちょっと上がりますね。中結構強そうじゃない？あ、中でも結構強い。涼しい。中涼しい。うん、中涼しい。あ、本当。すごい涼しい。中でも全然いける。うん、これもしかしたら中で、あの普通の定番のそこら辺に売ってあるようなやつと一緒ぐらいあるじゃないですか。そこら辺に売ってるやつってどれのことだ。これちなみに 4.5 時間充電で満タン充電できるそうで、一応小で8時間、中で6時間、うん、強で 2.5 時間できるそうです。
で強にしてみました。強にするとまたさらにちょっと音が上がります。これはすごいですよ。結構か髪の毛で見せて、ね、ほら結構な風、うんうん、ね、こんな感じ、ね、髪の毛なびくぐらい、ね、涼しいけどこれ音が結構するね。涼しい。ちょっと静かにしとかないといけないところではちょっと難しいかもしれないですね。今日は今日だったらね、うん、でも全然外とかだったら、うん、涼しくない。涼しい。でマックス充電で 2.5 時間連続でつくならいいですよね、うん、いいいい。でちょっと車戻った時にまた充電したりとかね、うん、あなんか今からその今年はないのかな、花火大会とかそういうレジャーなところでいいですよね、うんうん、あとうちは子供がいるので、うん、あの子供の好きの方この指とかも入らないぐらいのこの幅なので、うんうんうん、子供にも安心ですよね。それ結構重要ですよね、うん、安全に作られてます、うん、万が一ね気をつけてるけどね、万が一こうビッとかしたりしないように。でも本当去年紹介したのポータブルファンより全然風の強さがもう全然違います。あれはやばかったね、うん、やっぱこれこの扇風機部分が割と大きいんですよね、うん、で羽も4枚ついてるし、うんうんうん、やっぱしっかり、まあ、中ぐらいでも十分涼しいです。これ首から下げれるんですか。いや、あ、そうなんですよ。これ首から下げることはできないんですよね。下げれないんですね。そう、ストラップはついてないんですよ。どうにかやってつけれないんですかね。ただどうですかね、首につけますかね。バッグに入れといて暑い時ちょっとこう使うみたいな。あとはこれ本当このコンパクトに取り外しできて2つに分けて、うん、こうやって収納袋に入れておくこともできます。はい、こんな感じで、うん、超コンパクト、うん、まあ、本当ブルーのということでデザインもおしゃれだし、うん、風量もあるので、まあ、特に風量重視の方はめちゃくちゃおすすめです、うん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 、これあとこの同じシリーズで、うん、なんとスピーカー付きのやつもあるらしいんですよ。なんか下の方にスピーカーが付いてて Bluetooth で iPhone とかで、うん、iTunes とかで音飛ばして、うん、風も浴びながら音楽流すこともできるそうです。なんでバーベキューの時とかいいですよね。まあ、音量がどれくらいかちょっと分かんないんですけど、気になる方はこの商品も動画の説明欄にリンク貼っておくんで、はい、よかったらチェックしてみてください、はい、ってことでいつもはお手頃なファッションアイテムでファッションを楽しむためのコーディネートやファッションアイテム紹介してますので、よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。お願いいたします。ブログやインスタもアップしてますので、ぜひそちらもチェックされてみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。